はい、始まりました。シューちゃん、オートです。本日はですね、飯塚オート、10、11、12、この3レースやっていきたいと思います。飯塚にしようか、伊勢崎にしようか迷ったんですけど、朝からですね、飯塚ちょぼちょぼ買ってたら、一個も当たんないですよ。一個も当たんなくて腹立って、まあ、さっきの、9レースなんですけど、まあ、9レースちょっとまとめ買いでドーンってやったら、ちょっと当たったんで、一応復活しました。なので、10レースからやっていこうかなと思って、飯塚の10を取りました。ということで今日も一日よろしくお願いいたします。はい、では、10レースですねやっていきたいと思います。今日比較的ですね、頭はね硬いんですよ。まあだいたい10ハンデが来てですね、7、8でだいたい10ハンデになると思うんですけど、そちらが頭になって、あとまあ2着目3着目にんっていうのが結構来て満車券になったりとか、そんなパターンが結構多かったです。でもここはですね、やっぱり佐々木選手、ここはですねもう頭鉄板だというふうに思います。それと2着目3着目がこれ非常に微妙だなというふうに思いまして、一応ですね竹谷選手を2番手というふうにさせていただきました。思想33ということでね、まあ平凡なタイムではあるんですけど、まあ後ろが届いている状態ですので、そう考えればやっぱり竹谷選手を普通に取っていくのがいいのかなと。あとは6番の田中進選手ですね。まあこちらもですね、思想サブ6というちょっと劣勢ではございますが、レース足はまあまあいいので、まあこちらを、まあ3番手というふうにさせていただきました。あと穴どころは3番の、柳井選手ですね。こちらですね、まあ思想38ということなんですけど、まあレース足はまあまあいい方だと私は思ってますので、こちらをまあ穴候補として買いました。なので、8番を軸にして、まあ、6、7をですね、まあ、2着付けの形、あと3番も2着付けの形、あとはですね、1番と5番もですね、薄くなんですけど、まあ、3着目で買いました。また少し明るくなってきました。飯塚オートレース場、人気8番の佐々木圭から、はい、10レース発走ですね。雨はなんかちょっと降ってきてる感じみたいですが、まあ多分大丈夫でしょう。佐々木選手は頭でね、10レース予選スタートしました。揃った飛び出し10戦は、内1番の西村乗り返して外3番の柳井が先手を取るか、4番の重富、5番の根本を並んだ20メートルラインは枠なりとなりました。7番の竹谷が田中進を叩いていますが、8番の佐々木圭が内目のコース取りで一気に6番手と上がっていきます。外は6番の田中進、7番の竹谷が後方へともう一度下がりまして2周目に入りました。竹谷1番の永田の引っ張りですが、3番の柳井正樹が構成をかけます。2周目2コーナーの立ち上がり、先頭2番手の距離感は2写真くらい。田中もダメだな。2番の西村明則も追いすがっています。4番手中段に4番の重富と、内8番の佐々木圭、あとは集団7番の竹谷の外、6番の田中進が抵抗して最後方5番の根本雅人、ここから中盤戦に入りまして1番永田雅也のペース恐れません。むしろ突き放した。3番柳井雅樹2番手、2番の西村3番手が、さあ柳井に逆転になるかどうか。この後ろ8番の佐々木圭の追い足はどうか。現在また4番手西村をさばいて3番程度上がってきた。大外から6番の田中進も終始開けていくが、さあ先頭1番の中田、2番手は3番の柳井に、内から8番佐々木圭が飛び込んできまして、2周半を切って8番の佐々木2番手と上がりました。さあ永田と佐々木一騎打ちムードとなって、3番手は3番の柳井正樹、あとは6番の田中進が4番手から3番手争いに持ち込めるかどうか。7番の竹谷がその直後、さあ先頭2番手差が詰まって永田正也の内へ、8番の佐々木圭、佐々木圭が入る、1番の永田も抵抗して両者並んでいる。残り1周ブルーフラッグを通過しました。3番手も並んできた。3番の柳井に外、6番の田中進む、このまくりが決まりました。3番手は6番の田中、さあ先頭8番の佐々木圭、追いすがっていく1番の永田雅也2番手、最後のコーナー3番手は6番の田中進むです。逃げていた1番の永田を終盤で捉えました。8番の佐々木圭、底力を見せて1着で後位。はい、それでは11レースやっていきたいと思います。まずね、荒尾選手の思想をどう見るかなんですけど、まあ思想33ということでね、ちょっとどうなんだろう。まあ田村選手のね31に次ぐまあ33になってしまったという形なんですけど、どちらかというと僕ね、荒尾選手って初日はあまりやらない印象があるんですよね。だけどまあ連を外すことはないにしても頭はないという形がね結構多いので、そこでちょっと考えたのが3番4番も、一応僕は、まあ、頭
それまでどうかとは思ったんですけど、ちょっと気になったので3番4番7番こちらをですね、まあ1着目候補にして2着を荒尾選手で、また3、4、7という形の、まあ、まず組み合わせは1個、あとは7番8番の1、2着を、まあ、固定の3、4を、3着付けという形のね、ちょっと変わった形で買ってみました。5番の浦部選手、あと小栗選手、6番ね、小栗選手はちょっと思想出ないと僕は買えないなという思ってる選手です。浦部選手はそうですね、ちょっとこの30戦だとどうなんだろう、前の3、4の方が僕は比べちゃうと強いんじゃないのかなというふうには思ってます。もしかするとすんなり来ちゃう可能性もあるとは思うんですけど、僕は3、4を取りました。ハンデの重い選手が今日は特に活躍しています。11レース発走ですね。荒尾選手、田村の二郎さん、どうですかね、スタートどっちが行くんだろう。切りました。竹中選手3、4、頑張って。11レースの予選スタートしました。並んだ20メートルラインは外4番の松田、町田が行った。竹中どうしたの。叩きにかかる6番の小栗翔太、さらには55番の浦部健太、30戦から後ろを残す格好になりました。さあ先頭1番の稲原、結構被害受けたこれ。2番の木戸徹が、さあこの位置から1番の稲原を射程に捉えますが、1番の稲原が2周回目しのぎます。3番手4番の町田達俊、この後ろ8番の荒尾聡、一気に4番手と上がっている8番の荒尾、そして5番の浦部、6番の小栗がその後ろに続いて、現在候補から2人目7番の田村、最後方3番の竹中和成です。先頭2番手ジュラリと距離感詰まりましたが、まだまだ1番稲原のペース、追いすがっていく2番の木戸徹、この2人のペースになりました。3番手8番の荒尾聡、さあこの3コーナー2番の木戸徹が先頭へと変わる。1番の稲原も捕まりましたが、もう一度追いすがれるかどうか。その間に8番の荒尾聡が来ています。さあ外目のコース取りで8番の荒尾、2コーナーでは打ち寄せそうとしています。稲原の懐へ8番の荒尾聡入りまして、こちらが2番手と上がってきた。この後ろ4番手中段に4番の町田達俊、スタート構成見事でしたが、4番の町田、その後の動きはどうか。5番の浦部健太が中段の後ろ5番手から肉薄して、7番の田村二郎6番手、さあ先頭争い、木戸と荒尾、地元勢8番の荒尾聡先頭へと誘惑しました。3番手1番の稲原瑞穂粘っている。4番の町田達俊は4番手でちょっと足が止まっているか。田村二郎がようやく5番手と上がってきた。さあ先頭8番の荒尾聡、2番手は2番の木戸徹、3番手争いは1番の稲原に、最後のコーナーで4番の町田まくりを放ってくるが、受け止めている1番の稲原、その後ろ5番の浦部、田村二郎その後ろ、先頭8番の荒尾聡快勝降臨。はい、それではですね、12レースやっていきたいと思います。3連敗は避けたいので、ここはですね三つぐに頑張っていただきたいということで、8番の三つぐ選手、こちらを鉄板の頭という形にしたいと思います。そして、思想の気配が良かった、高宗選手と、あと吉松選手ですね、こちらを2着固定という形ですね。高宗選手ね、ちょっと前の西村選手に突っかかるか形があったので、まあ思想タイム3号ということなんですけど、まあ実際には、まあ、3-3-3-2あたりまで出てるんじゃないのかなというふうに思いました。あとは、20戦のですね、吉松選手と岡本選手、こちらのスタート争いなんですけど、僕は吉松選手は出る、吉松選手が出れば分回してですね、いけるんじゃないかなというふうに思いました。あとはですね、ゼロ戦の岩本選手、ここら辺がね、なんか3着まで残るような感じもちょっとしたので、ちょっと3着目で買いました。あとは、タイガー正樹、田中選手ですね、ちょっと思想があんまりパッとしないなというふうに思ったのと、あと金層もあんまり乗れてないということで、3着目にちょっと薄く買うような形をしました。5万度西村選手はちょっと軽視をさせていただきましたというような形で、最終レース勝負していきたいと思います。先日 G1 優勝を28回としまして、飯塚正美さんの持つ G1 最多優勝記録に並びました。1番の高橋、いいと思います。あと6番の高宗選手、あとは3番の吉松選手、スタートです。12レースの予選スタートしました。悪縁吹いたのは3番の吉松優輝、スタート遅れを取りました。さあ先頭は1番の岩本です。
岩本剛の引っ張りになりまして、2番の秋吉が追っていきました。3番手4番の岡本博之、この後ろは5番の西村の外へ、6番の高宗良二がまくりまして4番手と上がるか。この進路を追うようにして8番の高橋光、2周回目では6番手を進みます。7番の田中将暉が追っていきまして、最後方少し離れて3番の吉松、先頭は1番の岩本剛、そして2番の秋吉忠之、飯塚19期の2人、先頭2番手で壁を作る競争だ。3番手4番の岡本博之が2番の秋吉に対しては外目のコースよりまくりを放とうとする。高宗、それでやばいよ。1番の岩本のところへ2番の秋吉、その前輪が差しまして先頭に変わった。7番来ちゃうよ、マシャキだよ。その外から4番の岡本博之、さらにこの外から8番の高橋、さあ3台重なっているが、2番の秋吉先頭、2番手4番の岡本、内へ切り返して8番の高橋美嗣、さらには7番の田中将暉にもワンチャンスありそうですが、さあ2番手と上がったのは8番の高橋美嗣だ。先頭2番の秋吉、ね、まくれまくれまくれ。8番高橋美嗣が差し切りまして先頭を奪いました。絶対王者8番の高橋、終盤戦で先頭です。2番手2番の秋吉、3番手には7番の田中将暉という対戦になりました。6番の高宗が4番手から、さあ終盤戦チャージをかけますが、7番の田中将暉わずかに3番手優勢か。外から6番高宗良二、さあ2番手は2番の秋吉の懐で7番の田中将暉、そうだ、6番の高宗良二、このまくりが強烈。2番手と上がった6番の高宗、残り1周ぐらいで結果的には外枠3人40戦勢で上位独占となりそうだ。結局固くなっちゃったけど、まあしゃあないな。2番手6番の高宗、しかし3番手7番の田中将暉という体勢、最後のコーナー先頭は8番の高橋美嗣、これで1496勝圧勝で今ゴール。まあ一応当たったわ。はい、ということでですね、飯塚オートレースの、まあ、3日間開催の初日ですね、3レースやってきましたとですね、重版勢が順当に勝っていっているなというのが一つの印象。あとはですね、やっぱりね、まだ真相論になって、まだ合ってる人と合ってない人がすごく出てるんですよね。だから結構こう1着から8着まで考えると非常に着差がありすぎるんですよ。だからこうあんまりこう拮抗するような形があんまりないなと。で最終レースもね、まあ三嗣さんはね、もう抜け出してからは全然早かったんですけど、最終的には重版勢がね、ワンツースリーを決めたというような形ですね。なのでどうですかね、まだこう新走路になってつかみきれてない選手が、地元選手でも多いんだろうなというのがすごく印象がありました。はい、ということでですね、明日準決勝が行われるということでですね、引き続きやっていきたいというふうに思っております。ですので、また準決勝の模様をやってきます。明日は4レースね、頑張ってやってきますので、ぜひですね、このしゅうちゃんオートチャンネル登録お願いいたします。はい、それと、毎日申し訳ございません、森くんね、今日も1日、ゆっくりしていただいたと思います。早くも1日も早くですね、復帰できますようにお願いいたします。ということで本日のしゅうちゃんオート以上でございます。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。